ってきた。今年2軒目、うん、ジミーに行ってきました。王道のジミーに行ってきた。ケーキが食べたかったらジミーに来るし、私たちはよ、うん、いつも行ってるところだから、これの企画のために行ってる気が全然しなかったけど、うん、安定のジミー、安定のジミー、微妙に行くたびにメニューが違うけど、今日は正解だったかもしれない。沖縄そばがあったから。沖縄そばもあったし、わさびの大根、大根もナムルもあったし、うん、あったかかったっていつものあのグラタンが、うん、今日のチーズケーキはね、何よりかはいいって、うん、チーズケーキ食べたいって最初言ってたでしょ、うん。ジミーの攻略法は、ご飯のメニューはなくなっても同じものがおかわり来るけど、ケーキは同じものが来るとは限らないから、うん、食べたいものが今並んでいたら先に取る、うん、次見た時にはもうなくなってさ、補充も違うの来るからさ、うん、食べたいケーキが並んでいた場合は取っておく。食事の後とか関係ない、関係ない、取っておく。したら好きなのが食べれる、うん、あまりないよね。前はいつもあったよ、ね、チーズケーキが並んでることがあまり見なくなってきます、うん、今日はチョコ率が高かった、うん、シュークリームやばかったんじゃない。シュークリームはね、あたりのシュークリームのやつとさ、ハズレのシュークリームがあってさ、ハズレのタイプのシュークリーム選んだらさ、チーンってなるじゃん。ジミーはランチとディナーがあって、ディナーはもうちょい寿司とかがあるんだった。寿司とかローストビーフがある。うん、たまにローストビーフ昼にもあるけど、今日なかった。今日なんかっぽいなったよね、うん、夜は寿司が入って寿司が並んでることが多いかな、うん。ワイン1000円飲み放題もあるよね、うん、やったことないけど、ビールは1回なんだ。ディナーが少し300円高いなった。あ、でも今は中止って書いてあった、うん、ディナーしてません。緊急事態宣言中だから。私のお父さんに言わせると、手びちがある日が正解。手びちが甘い。ダーリンが一番好きなのはポテト。ダーリンが一番好きなのはポテト。ピザは、ピザはね、やっぱあの食べ放題だったらシーキーズ行くかな、うん。ポテトあったかかった？うん、あったかい照明つけてる、うん、から、できたてではないけどさ。じゃあ今日一番美味しかったのは？いつも同じの食べてるからさ。いつも同じ。あの三角のケーキは？中のやっぱクリームがさ、チョコチョコクリームが甘い。バタークリームかな。美味しいけどさ。私が一番美味しいのは何でしょう？グラタンとわさび。いつも食べるな。ピンポン。でも今日おかわりしたの何でしょう？そば。ピンポン。あの家でそば食べなくなったから、そば、うん、食べたら幸せ感じる、うん。栄養を取らないといけないと思ったって。うん。パイナップルも美味しいよ。うん。果物。コーヒーもまあまあかな。うん、まあまあ機械が作れたらしょうがない。今日はいっぱいいたね、人がね。うん、でもすぐいなくなったよ。回転率は早かったかも。今日あ1時間半で帰ってくださいって言ったから、うん。アメリカンケーキが腹いっぱい食べたい人はジミー。ジミー。沖縄料理もたまにあるよ。ゴーヤーちゃんあるよね、うん。今日もイナムル違ったよ多分。そう、沖縄料理と洋アメリカ料理。でも中華料理みたいなのもない。あ、酢豚みたいな。うん、ガッツリさん食べたい時、お手軽にガッツリいっぱい食べたい時、うん、お上品じゃなくてもガッツリいっぱい食べたい時。席も広いしね、うん。沖縄のジミーのダイニングは3カ所ぐらいあるよね。沖縄市三里と宜野湾大山と那覇市のアジャけど、微妙に多分違う。こっちが一番広いかなと、あとジミーのカフェだけもある、うん、行ったことないけど。で、カフェも食べるのはないけど、売ってるだけのジミーもある。ケーキとかそのパンとか惣菜みたいな、まあ、県内どこでもあるよね。うん、ちっちゃいジミーはいっぱいあるね、うん。眠たい。眠いね。ポカポカだね。いやもう夏だよね。半袖だよ。半袖で出かけてるって。
新潟までは全然半袖でいいと思う。あ、テレビにも出てたんでしょ、ジミー。ね、なんかテレビに紹介されました、ね。ジャーマンケーキが。わかる。あ、そのテレビ見てないか分からんけど。ジャンクって感じのケーキだね。うん。ご飯食べた後さ、眠くてぼーっとするんですよ。眠いよね。お昼寝したいよね。うん。帰るってもう。したら、大きくなるって感じか。うん。今日はいっぱい食べたって。うん。いつもは食べてないと思うよ。まだ食べれるけど、これで食べたら後悔する。本当はもっと食べたかったけど、体がストップって言った。うん。いつもはご飯あと一回食べに行くもんね。うん。かわいいし。うん。眠っていくよ。帰る。じゃあ。お家帰ります。バイバーイ。うん。パンパンだね。パンパンだよ。